先輩、遅くなってごめんなさい。顧問がもうすぐ大会だからって張り切っちゃってて。急いで着替えてきたんだけど、ずいぶん待たせましたよね。問題集解いてたからちょうどよかったって言っても、1時間は待たせちゃったでしょ。お詫びと言っちゃなんですけど、なんかできることはありませんか俺にできることなら何でもしますよ。ジュース買ってきてでも、アイスおごってでも。 何でもいいですよえっチューしたいいいですよじゃあ先輩立ってくださいここに立ってで俺が先輩の椅子に座る <laughs> 俺が先輩を見上げるのって なんかいいですね。新鮮っていうか、甘えたくなっちゃう。<laughs> ごめんなさい。一人で楽しんじゃってますね。<laughs> じゃあ、チューしてください。え、なんでって、先輩が言い出したんですよ。チューしてじゃなくて、チューしたいって。俺は目閉じて待ってますから。 先輩のタイミングでチューして先輩まだですか先輩真っ赤な顔恥ずかしいですか <laughs> 普段はリードしてくれる先輩もこういうことになると弱いですよね <laughs> ギャップが可愛くてたまらないですけど先輩俺からチューしてもいいですか先輩少しかがんで目閉じて。